い、こんにちは、なでしこまとです。最近 VR メタバース界でビッグニュースが起きました。それがメタホライゾン OS の開放です。これによってメタクエストみたいなヘッドセットをメタ以外のメーカーが作れるようになって、現在の Android スマホみたいにいろんな種類の VR ヘッドセットがいろんな企業からポンポン出る可能性が出てきました。で、実際にね、すでに作ってるところもあります。今後の VR 業界が大きく変わるかもしれないビッグニュースということで、かなり興味深いので、今回はね、これについて話していこうと思います。最近 VR に興味持ったとかね、 VR あんまよくわからんっていう人にもね、まあ、なるべくね、わかりやすく喋っていくので、よかったら最後まで楽しんでいってください。2024年の4月23日マーク・ザッカーバーグさんがインスタグラムでね、今回のメタホライゾン OS をサードパーティーに開放するってことを発表しました。で、このメタホライゾン OS って何かというと、まあクエストで VR とかミックスドリアリティ MR を動かすオペレーティングシステムですね。 PC でいう Windows とか MacOS とかで、スマホでいう Android とか iOS みたいな感じで、 VR 機器にも OS があるんですね。で、メタはこの OS を10年ぐらいかけて開発し続けてきています。で、名前も変わっていて、まあ最初ね、オキラスモバイルソフトウェアみたいな名前からクエストシステムソフトウェアみたいな名前になって、で、今回ホライゾン OS に名前変わったんですが、多分中身はね、あ、まあ一緒だと思います。で、この OS が搭載されているヘッドセットがメタクエストになるわけですね。 VR を持ってない人でもメタクエストのね、名前とか存在を知ってるって人は結構いるとは思うんですが、メタクエストね、もともとはオキュラスクエストっていう名前でした。2014年に海外の VR メーカーオキュラス社を Facebook が買収して、で、その後2021年ぐらいに Facebook からメタに社名変更しました。で、この時に製品名もね、オキュラスクエストからメタクエストへと変わったんですね。一応この間にもね、いろんな VR ヘッドセットがね、 Facebook から登場したんですが、まあ、その辺のなんていうのかな、 VR ゴーグルの歴史みたいなところは別の動画でね、まとめてあるので、興味がある人はよかったら見てみてください。概要欄に載せておきます。で、メタクエストのすごいところはですね、まあ、クエスト僕もね、実際にずっと使ってはいるんですが、メタクエストのすごいところ大きく分けてね、3つあると思います。まずは普通に性能が高いところですね。画質も十分綺麗だし、トラッキングもね、全然問題なく動くし、処理性能も普通に高いと思います。で、2つ目、コンテンツが最も充実しているっていうことで、メタクエストの場合はクエストストアっていうところにね、アプリが販売されてたりダウンロードしたりもそういうことができるんですが、クエストストアの VR コンテンツがやっぱ一番量も質も高いですね。加えてクエストの場合は PC につないで PC VR ゴーグルとして使ったら、まあ Steam とかのね、そこら辺のプラットフォームの VR ゲームも遊べるようになるので、さらに選択肢が増えていきますと。で、3つ目、その割に安いっていうことでね、クエストめっちゃ安いです。最新機種のメタクエスト3が確か7万5千円くらいで、まあちょっとね、高いっていうのはあるんですけど、性能を考えるとね、全然安いというか、いや、ぶっちゃけかなり安いと思います。で、1個前のクエスト2で言ったら、最近値下げしまして3万2000円くらいで買えるようになったんですね。めちゃめちゃ安いですよ。3万2000円って、VR ゴーグル全体見てももうトップレベルで安いので、逆にこれ以上安いヘッドセットないんじゃないかっていうレベルでクエスト2めちゃめちゃ安いです。メタ以外にも世界には VR ヘッドセットを作ってるメーカーはいくつかあるんですが、まあ、この性能が普通に高かったり、コンテンツがめっちゃ充実してたり、値段が安いっていう、この3つをね、兼ね備えてるところっていうのはほぼほぼないんじゃないかと思いますね。例えば性能はめっちゃ高いけど、その分値段も高かったりとか、まあ、値段めっちゃ抑えてるけど、その代わりコンテンツ数がちょっと少ないよとかね、まあ、結構あったりして、やっぱりメタってそのガーファー、今で言うとマタナっていうのかな、まあいわゆるガーファーに所属しているビッグ企業じゃないですか。やっぱそのガーファーパワーに勝つのはちょっと難しいところがあるんでしょうね。まあ、そんな感じのクエスト2なんですが、2022年の6月の時点で全世界販売台数が約1500万台を突破したとアメリカの調査会社 IDC が発表しています。で、当時で言うと、例えば Xbox、 これのシリーズ XS を合計で、まあ、当時約1400万台売れてたそうですね。で、あとプレイステーション5がだいたい2000万台くらい売れてたっていう感じで、まあ、その当時の時点でクエスト2は結構ゲーム機に匹敵するレベルで世界に普及しているっていうことがわかると思います。2023年になると、その時点でね、クエストシリーズの全世界累計販売台数が2000万台をね、突破したと言われていて、世界で最も成功した VR デバイスというふうに言われています。まあ、そんなメタクエストに搭載されている OS がホライゾン OS ですね。今までメタしか使えなかったこの OS が、今回サードパーティー製に、サードパーティー企業に開放されることになりました。これによってクエストのトラッキングシステムですね、その空間を認識したりとか、まあ、自分の手をね、動き認識するそういうシステムとか、あと MR 技術、ミックスドリアリティって言って、まあ、現実からの仮想のオブジェクトを
混ぜ合わせるみたいなね、まあ、そういう技術を流用できるようになっただけでなく、あとはねクエストのアプリストアを使えるようになるからコンテンツ不足問題が解消するのではないかっていうふうにね思われますよね。例えばクエストのライバル機種ピコ4なんかを見るとストアのねあの VR アプリのストアの品揃えがやっぱりクエストストアにはちょっと及ばないっていうところを見ると、どうしてもねやっぱコンテンツを揃えるっていうのはとても大変なことなのかもしれません。まあ、これらの問題が解消されるので、いろんな会社がねヘッドセット今後は作りやすくなったのではないかっていうところでね、ちょっとワクワクしてきますよね。すでに何社か開発を表明していて、それが今回のエイスースとレノボとマイクロソフトですね。この3社がすでにメタと提携してヘッドセットを開発しています。でそれぞれの企業がどんなヘッドセットを作っているのかっていうのもね軽く説明がありました。例えばエイスースと言ったらやっぱりそのゲーミングなんちゃらみたいな、そのゲームに特化しているイメージあるじゃないですか。まあそれにのっとって今回もねゲーミングヘッドセットを作っているそうです。でレノボは生産性とか学習エンターテイメントに特化したヘッドセットを作っているそうですね。実はレノボも過去にねその業務用の VR ヘッドセットを作っていたりするので、まあその辺のノウハウがきっとあるのでしょう。でマイクロソフトもメタと共同で限定版のメタクエストを開発しているっていう風に言われています。マイクロソフトといえば XBOX のゲームをクラウド上で遊べる XBOX クラウドゲーミングっていうこのアプリをねこの前クエストでリリースしましたよね。なのでヘッドセットを被ってどこでも大画面みたいな感じで XBOX のゲームを楽しめるっていうね、まあ、そういう使い方なんですけど、これに特化したヘッドセットを作っているものと思われます。一応この XBOX が作っているヘッドセットのリーク画像がね出てきているんですが、まあ公式情報ではないので真偽のところは不明です。はい、ということでここまでのまとめなんですが、メタがねそのクエストの OS を開放しました。で他の会社もメタクエストの技術とかエコシステムアプリストアを流用できることになってヘッドセットがより作りやすくなったのではないかっていうところ、 Android スマホのようにいろんな機種のヘッドセットがいろんな企業からポンポン登場して VR 業界がもっと盛り上がっていくのではないか、まさしく VR 元年が訪れるのではないかっていう感じでねワクワクしてきましたね。でちょっとこちらモグラ VR さんのね最近書かれた記事をね読んでいくんですが、この人メタのミックスドリアリティ部門の担当 VP、 まあ部長さんなのかな、のマーク・ラブキンさんという方が、まあ、インタビューしてくれたということでねちょっと読んでいこうと思います。で個人的に面白いなと思ったのは日本の市場にめっちゃ注目しているよっていうところですね。日本におけるメタクエストの売れ行きは予想上回ってるそうです。僕ら結構クエスト3買ってるみたいですね。メタにとって日本はね今後の拡大を見込んでいる国のトップに位置しているということで、まあだいぶ注目されてるみたいですよ僕ら。まあその理由がね日本は人口が多くて経済大国で技術への深い増したバーチャルな世界への情熱を持っている国だからだそうです。まあ多少リップサービスの部分はあるとは思うんですけど、まあ相対的に見てもねやっぱ日本って結構魅力的な市場なんだろうなっていうふうには思いますね。で他にも VTuber にも注目しているそうなので、もしかしたらラブキンさん僕のチャンネル見てくれてるかもしれない。チャンネル登録よろしくお願いします。こんな感じのねあのメタクエスト OS 開放事件、まあ、ニュースなんですが、まあ多分ねいい面だけではなく悪い面というか懸念点もね多分あるはずなんですよね。っていうところで他の人がね一体どういう意見を持っているのかっていうところをね見ていこうと思います。まずはアップロード VR さんの記事よりこの方ジョン・カーマックさんです。ジョン・カーマックさんはこのメタがねオキュラスの時代からソフトウェア作ってきた、マジでこの人いないと今の VR ヘッドセットないんじゃないかっていうレベルでねレジェンドの人だと思うんですけど、まあ彼曰く今回のこのメタの発表はそんなに素晴らしいアイデアだとは考えていないっていうところがね言われています。でこれが面白くて、まあ、メタってねそのハードウェアを原価で販売してるそうなんですよ。なんでメタクエスト3 7万5000円ぐらいするんですけど、まあほぼほぼ利益ないみたいですね。もうほぼ原価で売ってるらしいです。まあそのためサードパーティー製のヘッドセットがねクエストよりも高い価格を設定する必要があるっていうふうに指摘していると。 OS は他社に開放するけど、そのいろんな企業からメタクエストレベルの安さと、性能を兼ね備えたヘッドセットが出るってことはねちょっとね考えにくいのかもしれないですね。で他にもね今回の戦略はメタ社でのソフトウェア開発の足かせになるっていうふうに主張していると、なぜなら OS をサードパーティーに適したものにするために必要なエンジニアリングコスト、エンジニアリングソースとその他社とのね良好なコミュニケーションを維持するのにすごいねコストがかかるよみたいなこと言ってて、肝心のねその OS 自体のその改善とかに費やす方がねやっぱり全然いいでしょうみたいなね、まあ、これがちょっとおろそかになってしまうのではないかみたいなことがね言われていますね。
VR はハードウェアよりもソフトウェアによって抑制されているっていうね、これが非常に重要だということです。他の人の意見も見ていきましょう。こちらロードトゥー VR さんの記事で、この方パルマーラッキーさんですね。この人はオキュラスの創設者なんで、本当にもうこの人がいなかったら今の VR 業界もなかったんじゃないかっていうくらいもレジェンド級の人なんですけど、この前ねパルマーラッキーさんとねツーショット撮っていただきました、ありがとうございますというところで、まあそれはさておき、このパルマーラッキーさんはねどう思ってるかというと、まあこの手遅れにならないことを祈っていますということでね、まあちょっと不穏な感じですね。記事をね読んでいくと、そのパルマーラッキーさんは今回の発表についてね言ったでしょうみたいな感じでね言ってるんですね。これどういうことかというと、そのパルマーさんというかオキュラス社は、まあ、10年以上前からね、その今回の OS をね他社に開放するっていうのは計画があってにもかかわらず、その後 Facebook に買収されてからはそれがちょっとねなくなっちゃったみたいなことをね語っているそうです。一応2015年にサムスンと提携して、このギア VR っていうねスマホをつないで動かすヘッドセット、まあこれはねサードパーティーと一緒に作っていったんですが、まあでもこれくらいですよね。あとはもうメタがどんどん一人でやっていったみたいな感じだと思います。パルマーラッキーさんは次のように述べています。私はオキュラスがね、競合製品を含めあらゆるヘッドセットをサポートするテクノロジープラットフォームの構築に努めるべきだと常に強く信じてきました。これが手遅れにならないことを願っていますということでね、メタが独占的に市場を制圧するのではなく、いろんな企業と手を取り合ってそのね業界全体で盛り上がっていかないと XR とか VR 業界全体がしぼんでいくのではないかみたいなね、10年前からもっとこのことをしていたら今の XR 業界はもっと違った形になっていたのではないかみたいなね、そのなんかパルマーラッキーさんの心情みたいなのをねちょっと感じてしまいましたね。皆さんどう思いますかね。続きまして、今度はね VR ゲームを実際に作っているアプリ開発者さんたちのねコメントも最近出てきたので、これもねついでに見ていこうと思います。ロードトゥー VR さんの記事ですね。なんかピストルフィップ作ってる開発者さんとか、まあライトブリゲードとかね、まあいろいろあるんですけど、まあ、読んでみると結構いろんな意見がありますね。なんかいいよみたいな面とか、ここ悪いなみたいな面があって、まあ、例えばいい面で言うと、ゲームの移植が簡単になるみたいな話がありますね。やっぱゲームって移植するのがすごい大変らしくて、今だとねそのクエスト版作ったり、ピコ版出したり、 PSVR2 版出したり、 Steam 版出したりみたいな感じで、まあその移植する作業は結構やっぱ大変みたいですね。で今回のその OS 開放されて、その移植する手間が省けるのではないかみたいな感じで、アプリ開発者さん視点だと結構ハッピーな視点がねあったりします。っていう意見もあったら、移植そこまで簡単じゃないよみたいな、ね、意見もあって、 OS はそのね開放されるけど、やっぱ移植するのはねそんな簡単じゃないから、特に小規模な VR ゲームのね開発チームだとさらにね負担が増えてもっと大変なことになるんじゃないかみたいなのをね懸念する声もあったりします。で結構いろんな意見があってね、読んでみると面白いので、よかったら元記事もね読んでみてください。概要欄にねリンク貼っておきます。はい、っていう感じなんですが、皆さんどう思いましたかね。よかったらねコメントで書いてみてください。今回のねメタホライゾン OS の開放、メタにとっても VR XR 業界全体にとってもいい面、もしかしたら悪い面もちょっとありそうですよね。だがしかし時は動き出しました。今後ね VR 業界確実にね変化していくと思います。僕たちはねそれを見守っていきましょう。またザッカーバーグ氏はねインスタグラムでこのようにもね発表していましたね。早くても 2,3 年くらいはかかるかもしれないが、ゆくゆくはね Steam とか Google Play などのアプリもクエストで動けるようにしたいですねみたいなことをね発言していました。 VR ヘッドセットとかメタバースの実用性をねどんどん広げていきたい感じが伝わってきますね。個人的にも、まあ、今の VR ヘッドセットって、まあ、VR チャットとかその VR ゲームとかを遊ぶのであれば、まあ、これを被るしかないオンリーワンなデバイスではあるんですが、まあ、基本的にはねやっぱヘッドセットでかくて重くて、ぶっちゃけなるべく被りたくない部類には入るので、まあ、今後ねいろいろ発展していって、ハードウェアソフトウェアともにねどんどん進化していって、我々の生活をねもっと便利にもっとハッピーにしてほしいなっていう風に思いました。今その途中なのでね、この日々変わり移るねこのメタバース界をねまあワクワクしながらねまあ楽しんでいきましょうという感じで、はい、この動画終わろうと思います。今後もなでしこまとチャンネルではね VR とか AR とかメタバースについてね発信していくのでね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。現在チャンネル登録者数10万人をね
まあ目指しているわけなんですが、大体僕の動画見てくれてる人の3割くらいしか登録してくれてないんですね。なんで残りの7割の人がね登録してくれたら案外すぐ10万人行くかもしれないんですよ。よろしくお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。いつもねありがとうございます。ということでまた別の動画配信でお会いしましょう。バイバーイ。